こんばんは、ちおちゃんのお時間です。竹ネズミと呼ばれるこの大きなネズミは東南アジアや中国南部では和牛よりも価値があります。それではなぜネズミがそんなに高価なのでしょうか。そこで今回は竹ネズミについて解説していきます。ちおちゃんでは生物について解説しているので、興味のある方はチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは始めていきましょう。竹ネズミは中国南部、ミャンマー北部、ベトナム北部に分布する齧歯類の一種です。通常高地の竹林、松林、プランテーションに生息します。頭胴長は21から38センチ、尾の長さは5から9センチあり、見た目はモルモットを大きくした感じです。竹ネズミは繁殖期を除いて単独で生活します。彼らは地面にトンネルを掘って生活し、巣穴の深さは20から30センチメートル、長さは最大45メートルにまで及びます。主に竹の芽や根を食べ、1年後くらいに食料が枯渇すると別の場所に移動します。生息範囲は非常に広く、特定の地域ではよく見られ、中国の一部では農園の害獣とみなされています。竹ネズミの捕食者にはユキヒョウやレッサーパンダがいますが、主な脅威はてめえら人間です。ネズミの肉は一部の文化では病気の恐れや宗教上の理由でタブーとされ、日本でも珍しいのですが、一方で主食としている文化もあり、アフリカ、アジア、ヨーロッパなど世界各地で食べられています。ネズミの肉を食べる習慣は粗食文化と呼ばれています。東アフリカのマラウイではトウモロコシ畑でのネズミを飼って食用としています。ここでは棒に刺して調理したり、塩漬けにしたり、乾燥させたりして食べられ、市場や道端の屋台では人気のある珍味となっています。アメリカではラットシチューがウェストバージニア州の特産品で、これは車両に引かれた動物を料理する料理法であるロードキル料理の一種です。イングランド北部ではネズミのパイが伝統的な料理となっています。ビクトリア朝イギリスにおいては貧しい労働者階級の食料源となったほか、金持ちの間でも珍味とされていました。また第二次世界大戦期にはイギリスの生物学者らが実験用ラットをクリーム状にして食べていました。そして竹ネズミの肉は特にタンパク質が多く美味とされています。そのため近年多くの地域で竹ネズミの養殖が進んでいます。竹ネズミを飼育している農村はベトナム北部など丘陵地帯にあることが多く、牛や豚を飼育するのに十分な平地を見つけることさえ難しい場所にあります。そのため竹ネズミのような小型家畜の方がはるかに適しており、飼育コストもそれほどかかりません。竹ネズミはコンクリートの壁で仕切られた独特の小屋で飼育されます。一つの部屋に成長中の小さな個体なら6匹から7匹入れることができます。ある農場では一度に400匹飼育しているといいます。竹ネズミの飼育は比較的簡単で、他の動物よりも手間がかからないと言われています。ただ彼らの餌を用意するのは多少苦労します。竹ネズミの餌は主に竹で、その他にサトウキビも食べます。この竹を切り倒すのは見た目ほど簡単ではありません。農家はネズミに餌を与えるためだけに永遠に山の竹を切り続ける必要があります。またネズミが餌をしっかり食べているか注意深く観察する必要もあります。餌を食べていない個体は歯が折れていたりお腹を壊している場合があり、迅速な対応が必要です。特に注意が必要なのは妊娠中や授乳中の親子です。竹ネズミの繁殖は年に2回から4回行われ、春にピークを迎えます。そして通常2から4匹、最大で8匹の子が生まれ、生後3ヶ月で離乳します。この時に母ネズミには十分な栄養を与えるようにします。竹ネズミは竹とサトウキビしか食べないのにもかかわらず、かなり成長が早い動物です。子供は離乳後約1ヶ月半ですでに 300g から 400g になり、1年以内で 5 キロにまで成長します。竹ネズミの肉は珍味で素晴らしい味と評され、鶏肉を濃くしたような味と言われています。そのためハノイの高級レストランでは竹ネズミの肉が1キロ1万円以上で売られています。和牛の価格は品質や種類、地域によって異なりますが、竹ネズミの肉はこの和牛よりも高価になる時があります。
ちなみにアルビノの竹ネズミもペット用に増やされており、普通種よりもさらに高価です。ただでさえ高価な竹ネズミですが、さらに価格が急騰しています。それは竹ネズミの養殖は許可されていますが、野生のものを捕まえることは違法とされているからです。それに加え、すでに複雑だったこの業界の仕組みに2019年以降さらなる支障が来たされました。竹ネズミの養殖が大きな産業となっていた中国では、珍獣共通感染症を防ぐために急遽何百万もの竹ネズミが殺処分されたのです。野生動物は多くの寄生虫や細菌、ウイルスを持っています。日本でもジビエと呼ばれる野生動物を食べる風習がありますが、厚生労働省からも食中毒を防ぐため、ジビエを食べるときはよく加熱するようにとの指導がされています。2003年8月には野生の鹿肉を刺身で食べたことが原因で4名が E 型肝炎を発症したとの報告があります。ただ農場では清潔な環境で竹ネズミが育てられており、野生のものを購入することはありません。ともかく中国で竹ネズミが禁止された結果、ベトナムでの価格が高騰しました。こうして竹ネズミの飼育で成功した一部の農家は、村の他の世帯にも竹ネズミの飼育技術を導入することで、経済成長の推進、貧困解消、青年の就労など現地の社会経済開発に大きく貢献することとなりました。さらに地元の青年同盟はこれに関連するコミュニティツーリズムを開発する予定も立てています。このようにある地域では竹ネズミによって経済が潤ったのでした。それでは最後に竹ネズミがどのように食べられるか見ていきましょう。ハノイはベトナム料理の中心地であり、珍味を専門に扱う店が多数見られ、竹ネズミもこのような店で出されています。まず養殖場から購入された竹ネズミは沸騰したお湯にそのまま入れられます。その後お湯から出されたネズミの皮を強く引っ張ると簡単に毛皮を剥がすことができます。そしてすぐに紙で包んで今度は丸焼きにします。十分に加熱された後、内臓を取り出し骨と肉を分離し、骨は細かく砕きます。また生姜、玉ねぎを含む様々な種類の野菜とレモングラスなどのハーブを炒めておきます。そしてこれらをすべて圧力鍋に入れ、少量の油、塩、沸騰したお湯を加えて煮ると完成です。サイドに蒸したじゃがいもを添えてどうぞ。こうして出来上がった竹ネズミの肉はとても濃厚、クリーミーで噛み応えがあります。またハーブがたくさんの風味を付け加えてくれます。一部のベトナム人はこれと同等の価格で牛肉や高級ガニなど何でも好きなものを食べることができるにもかかわらず、その代わりにこのネズミを楽しんでいるのです。皆さんもベトナムに旅行した時は竹ネズミを試してみてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。通知もオンでお願いします。それではまた、ちおちゃんのお時間でお会いしましょう。